はい、というわけで今日はこれ、タラの芽、やります。天ぷらにしようと思います。で、こんなこう、この間撮ったとこね、こういうの気をつけて撮ってください。で、この袴、袴はいりません、もう撮ります。こういう状態ですね。こういう状態で上げていきます。で、これ大きいのもね、こうちょっと伸びてるんで、こういうのも食べれるんですが、こう袴を取って、で、半分にしましょうか。はい、完成です。タラの芽の天ぷら。はい、それではね、一生懸命取ってきたタラの芽天ぷらいただきます。まずは天だしに大根おろし入れて、で天ぷら天だしでいただきます。やっぱり王様うまい。王様はうまい。やっぱりこの季節になるとこういう旬のもの、山菜、うまいですね。美味しい、止まらない。そして間違いない。うん。このなんていうのかな、口に入れた時にちょっとすがすがしいような香りがするの、これがいいですよね、タラの芽。うまい。まだね、このタラの芽、今始まったばかりなんでね、これから取っていきます。そして、こういう料理、あとこう味噌とあえてね、する料理とか、まあいろいろあります。なので、
きました。山菜料理。これから春に向けてこういうのを楽しんでいきたいと思います。最高です。今日昼間なんでね、今からまたちょっとハンズマンとかちょっと買い物行かないといけないのでね、お酒は飲めませんが、お茶で。まあこれ今天ぷらこう全部揚げてしまって夜またいただこうと思います。タラの芽の天ぷらに乾杯。うまい、最高。これはやばいな。これはうまい。和食、今日は和食。うまい。最高。皆さんも美味しい楽しい食事してください。よかったら登録高評価よろしくお願いします。